カヤック。カヤックは、足を前方に投げ出すようにして座り、ダブルブレードパドルで漕ぐクローズドデッキのカヌーである。アリューシャン諸島のエスキモーが海で使用していたものから発展してきた。グリーンランド県ではカヤック、アリューシャン列島県ではイキャック島と呼ばれていたようだ。どちらも波をかぶっても船内に浸水しないように、狭いコクピットに座って、 下半身を船内に潜り込ませ、スプレースカートやスプレーデッキと呼ばれるもので腰周りと船体の隙間をせいだり、搭乗者のキルアのラックの裾を船体に固定するなどして水の侵入を防いでいた。現代カヤックは構造によってリジットタイプカヤックと分解できるホールディングタイプカヤック、ファルトボートに分かれる。リジットタイプには FRP ペトいろいろな素材が使われている。また用途によって、リバーカヤック、シーカヤックといった分類が用いられることもある。カヤックの現代における用途は、基本的にスポーツやレジャーであり、そもそもの目的であった狩猟や輸送、交易や連絡には今日ではほとんど使われない。カヌーが基本的にオープンデッキ型を指すのに対して、カヤックは、 基本的にクローズドデッキ型を指すが、講義では、カヌーという言葉の中にカヤックを含める場合も多い。本来、カヤックは、寒冷な海での使用に基づいて発展してきたものであり、波浪の中でも沈没せず機動性を保てるように、また、搭乗者が冷たい海水にさらされる危険を減らすために、クローズドデッキの形状となって進化した。構造的には、スキンボート、スキンボート、 重皮ボートと呼ばれるもので、木材や重骨を使った骨組みの上に重皮を張って、船体を作り、接合部に重紙などで防水を施したものであった。ちなみに、グリーンランド県で移動や交易に使われていた、海役は、基本的にオープンレッキのスキンボートであり、カヌーの範疇に入る。主に、グリーンランドからアラスカ東岸に住むイヌイットやエスキモーたちが、 発展させた細身の狩猟用のカヤックとアラスカ西岸からアリューシャン列島にかけて居住するアレウトたちが発展させたカヤックロシア語名のバイダルカとして知られているのに系統が知られているこの両者には細部に様々な違いが見られるが特に沿岸での狩猟ボートとして発達したグリーンランド系のカヤックは細身で機動性と高速性に優れたものであり対して クジラ漁から外洋を渡っての交易にまで幅広く使われたアリューシャン系カヤックは喫水が深く積載能力が高いと言えるようだ。特に大きな違いは本来のグリーンランド系カヤックは基本的に数と乗りのものだけであることに対してアリューシャン系カヤックには二人乗りや三人乗りのものまである。三人乗りのカヤックはアリュートたちにより多くの交易品を運ばせたかった。 ロシア人公益省の要求に応じて大型化したものらしい。グリーンランド系カヤックは、集落からの日帰り圏内での狩猟に使われる道具であったことに対して、アリューシャン系カヤックは狩猟のみならず、長期にわたる沿岸航海にも使われたことから、これらの違いが生まれてきたと思われる。ちなみに、昨今の C、海カヤックは、旅の道具というよりも沿岸域でのレジャーが主たる、 用途であるため、軽量で、機動性の高いグリーンランド系カヤックが好まれる、傾向にあるようだ。カヤックは本来外で使用されたものであり、現代のレジャーやスポーツで使われる、リバー、川カヤックというものは、近代の発明、本案によるものと言えるのだが、逆に、スポーツとして一般化したのは、リバーカヤックの方が早かったため、海で使うカヤックをあえて、 シーカヤックと呼ぶようになった。その点では、スキーと同じように、近代になってから、本来の用途とは異なるスポーツとしての使われ方が、見出されて発展したものだと言える。特に、アリューシャン列島でのカヤック、バイダルカの字、リー用は、歴史的には一旦断絶しており、近代の研究者たちによって、その姿が驚きをもって知られるところとなった。特に、 ジョージ・ダイソンによるバイガル化研究と近代素材を用いた復元の試みは書籍宇宙船とカヌーによって日本でも有名である。今日のスポーツ用カヤックでは様々な素材が利用されているが主流はリジットと呼ばれる単体構造で FRP、ガラス繊維、炭素繊維、ケブラーイコールアラミド樹脂等、ポリエチレン系樹脂、ABS 樹脂、 プライウッド、後半などによって、船体形状を作り出している。また、祖先である、スキンボートのように骨組みと外皮からなるものもあるが、これらの多くは分解して運搬できることを、主目的としたもので、一般的に、ファルトボート、ホルボート、折りたたみボートと呼ばれる。運搬に耐える、軽量化を実現するために、骨組みには、アルミパイプや木材を利用し、外皮には、 売れたい系塗料などで防水処置を施した合成繊維の布を用いていることが多い。FRP とはファイバーリーニャーホースとプラスチックの略で繊維強化プラスチック。不法はポリエステル樹脂やビニールエステル樹脂、エポキシ樹脂などの合成樹脂をガラス繊維、炭素繊維等を混入したタイプもあるで強化して成形したもので軽量で強度が高い。今日では 多くの市販カヤックがポリエチレン製だが軽量化、表面の滑らかさ、大型の工作機械がなくても製造できる、使用者の好みや体型に合った改造が容易である、等の理由により FRP 製カヤックの使用者も多い。特に巡航速度の高さを求める傾向にあるツーリング用のーカヤックでは、船体の合成を高くできる FRP 製品に人気がある。他に、 競技艇やスクールド艇、サーフカヤック、カナディアンカヌーの多くが FRP 製である。リニアポリエチレンやクロスリンクポリエチレンで成形されたカヤック。クロスリンクポリエチレン製カヤックは強度において優れているがリサイクルが困難である。現在はリサイクル可能なリニアポリエチレン製カヤックがポリエチレン製カヤックの中では主流である。 回転成形によるものか、ブロー成形によって生産されている。FRP に比べると、ポリエチレン製カヤックは衝撃に対する強度が高いので、激流を下るホワイトアウター用と呼ばれるリバーカヤックは、その多くがポリエチレン製となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。